終盤戦の対戦メニュー、水面上は特選第11レースを迎えました。出走メンバーは1号艇松田紀之、2号艇浜村義弘、3号艇吉田健太郎、4号艇天野明夫、5号艇岡部隆、6号艇小菅文隆、以上6選手が争います。インコースは1号艇の松田紀之です。人気を集めました1号艇の松田、ここ勝てばポイント 7.33 まで上がります。隣2コースには2号艇の浜村義弘です。2号艇の浜村、今日の1回目第7レースは2着としています。3コースには3号艇の吉田健太郎です。4コース引っ張っていきました4号艇の天野明夫、4号艇の天野は前半戦白星上げています。現在得点率トップは4号艇の天野です。5コース5号艇の大金が1,2着が条件、6コースが6号艇の小菅文隆です。枠番通りの3対3です。進入インから1番トランス、3番4番5番6番スタートしました。1着追スタート1号艇の松田、2号艇浜村、3号艇の吉田、一周一幕1号艇の松田、マクリントの2号艇の浜村、内4号艇の天野、バックストレッチ4号艇の天野差し切ってます。一定進一定進リードを取っています。1号艇の松田が2番手、3番手6号艇の小菅、5号艇の大壁にその後ろ2号艇の浜村、3号艇の吉田が最後方スタート正常でした。一周の赤ホーム直線コース、4号艇の天野、相当からは1号艇の松田、ホーム直線コース、先頭キープは4号艇の天野です。しかし一定審査、1号艇の松田が2番手、3番手は5号艇の岡部、6号艇の小菅、内からは2号艇の浜村、2周1マーク、先頭は4号艇の天野です。1号艇松田、2番手、3番手、5号艇の岡部、6号艇の小菅、バックストレッチ6号艇の小菅、3番手一手新優勢も内からグイッと伸ばして、5号艇の岡部、3番手争い続きます。5号艇岡部と6号艇の小菅、2周にマーク、5号艇の岡部が3番手先取っていきましたが、懐入ってくるのは6号艇の小菅、ホーム直線コース、6号艇の小菅、5号艇の岡部、3番手争い続きます。最終進化1マーク、先頭は4号艇山野、2番手1号艇松田、3番手6号艇の小菅、小菅の内5号艇の岡部、バックストレッチに入ります。5号艇の岡部と6号艇の小菅、最終バックも3番手争いです。後方は2号艇の浜村と3号艇の吉田、ラストターンマークの旋回です。4号艇生の1号艇松田、3番手争い、5号艇の岡部と6号艇の小菅、ホーム直線コース、5号艇岡部と6号艇小菅、接戦続く。先頭4番の天野ゴリ、1番松田ゴリ、内外離れて際どくなりました。5番の岡部と6番小菅、2番の浜村、ラストは3番の吉田ゴリ。